みほじです。本日はですね、初めての場所からこの動画を皆さんにお送りしております。まあ、今年に入ってですね、軽自動車ベースの、キャンピングカー買ったよっていう動画を出したんですが、まあ、車中泊に行ったりだとか、キャンプにね、何回か行ってみたりだとか、大きいキャンピングカーをレンタル。してみて、海ほたるまでね、行って車中泊して帰ってくるっていう動画も、出している中で、やっぱりでかいキャンピングカーが欲しいな、となりましてですね、この度、私こと三星、でかいキャンピングカーを買っちゃいました。本日、私のキャンピングカーが納車されました。それはこちらですね。もうちょっと内装がね、見えているとは思うんですが、これから、詳しくね、どんな装備なのか、内装はどんな感じなのかっていうのをね、この動画を通して、ご紹介できればなと。ちなみに最初に、お値段ですね。お値段の方をお伝えしておくと、900万。ベースはですね、トヨタのハイエースベースの、キャンピングカーということでですね、普通のハイエースよりもちょっと横幅が、大きくって、そして長さも長くて高さも高いとでかめのハイエースですね。かなりかっこいいですね。ちなみに横から見ると分かりやすいんですが、こんな風にね、窓がせり出す形になっております。はい、こんな感じですね。普通のハイエースだとフラットな、窓の面になると思うんですが、左右にあるこの窓のおかげで、車内がちょっとだけ広くなっているみたいなんですね。そんな、車内、早速じゃあ皆さんにね、紹介していきたいなと思います。はい、続いて内装ですね。まずは運転席付近からご紹介したいなと思います。まあ、普通のね、ハイエースの、運転席と、まあ、同じなんですが、一つ違うのは、ナビがかなりね、大きめのナビが、はい、こちらついております。まあ、やっぱりナビはね、キャンピングカーで旅をするっていう上で、かなりね、必要なものというか、大切なものになってくるので、すごくね、こんな、しっかりとしたナビがついていてくれて、安心かなというふうに思います。フィルムついてるよ、これ、フィルム。剥がしちゃう、剥がしちゃう。さあではオープン。自動のスライドドアとなってます。おーい、クマちゃん、クマちゃんがいる。かわいい。トイファクトリーオリジナルのクマちゃんのぬいぐるみがお出迎えしてくれました。かわいい。ご納車おめでとうございますということですね。2020年7月21日本日でございます。ありがとう、ありがとう。はい、運転席側から見た、車内こんな感じになっております。まあ、大体キャンピングカーってこのシートが向かい合わせで2つついてたりするんですが、これは向かい合わせではなくて、シートが1つの、モデルなんですね。そこがすごい気に入ってて、かなりコンパクトなんですよね。背もたれを倒してあげると、ここにね、もう1つの座面が出てくるんですね。こちらをこんな感じでセットすると、このような感じでですね、対面式のダイネットにも、できるということですね。多分何人かでこのキャンピングカー使うことってなくて、基本的に私一人で使うことになるので、こっちのシートだけでも、十分なのでね、こういったところがすごく気に入ってます。このシートがね、一つしかない分、すごく車内が広くなっているので、快適に使えるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この運転席と助手席の間のこのスペースですよね。ここってなんかだいたいこうボコーンってこう、なんていうの、肘置きみたいのがあったりするんですけど、ここはフラットになっていて、運転席からこっちのね、居住空間への出入りがすごくね、簡単、楽にね、行えるようになってます。ここもやっぱりすごくお気に入りポイントかなと思います。いやー、なんかすごい暑くなってきたなー。それ、ポチッと。こちらの車両、家庭用エアコンがついているんですね。車に家庭用エアコン、いや車用のね、エアコンっていうのはついてるのは分かるんですけど、家庭用のエアコンがついてるってね、キャンピングカーならではという感じがしますよね。リモコンもこんな感じで、本当になんか家にあるリモコンのやつ。
常にエンジンをかけてられる状況ではやっぱりないんですよね。あの車中泊するにせよ休憩するにせよ、あのエンジンをつけっぱなしっていうのはやっぱりあの、まあ、マナー的にもあの違反ですし、でもそれだとやっぱり夏の間ってすごくね、あの暑さがきついかなと。車内を快適に保つという上で、家庭用エアコンというのはね、必須になるのかなというふうに思いました。涼しい、わーって涼しい風が、ありがてーありがてーありがてー。さあ涼しい風といえばですね、車内の天井にじゃんこのような、ファンのようなものがついております、これはですねマックスファンと言いまして、まあ、車内の換気であったりとか、あとはその風通しを良くしたりだとか、まあ、そういうのに一役買ってくれるような、装備になります。まずねこの黒いハンドルをひねると上の天井がねちょっとずつ開いてるの、ほら分かりますかね。はい、上の天井が、パカーッと開きまして、でこのオンというのを押すと回り始めました。こんな感じでね、あの車内の空気を外に出して換気ができると。ちなみにこっちのねあの矢印のくるくるマークみたいな、こっちを押すと羽のね回る向きが逆方向になります。これはあのさっきは中の空気を外にこう出していたんですけど、こっちは外の空気を中に入れるということでですね、扇風機のようなあの役割も果たしてくれるのかなと思います。ちなみにベッド側にもねこういう小さい、換気扇がついております。かわいい。はい、そしてですねこちらフラットなカウンターのように見えるこちらがですね、開けてみます。じゃじゃん、こちらが冷蔵庫ですね。40リッターの冷蔵庫がここに入っております。まあ、ここに小さいカゴがあるんですけど、深さはねかなり深いですね。2リッターのペットボトルとか普通になんか入っちゃうぐらい の深さの大きめの冷蔵庫がこちらに入ってます。ちなみに強さはこのダイヤルでですね5段階で変えることができるみたいです。なんと一番あのマックスの強さの5になると、マイナス15度ということで冷凍室にもなるということですね。この下にはですねじゃじゃーん、なんと電子レンジまでついていると。やばくないですか、クーラー、冷蔵庫、電子レンジ、いいやん、いいやん。さあそしてこちらにはテレビまでついております。何でも揃ってる何でも揃ってる。リモコンはこれですね、本当にもう家にあるテレビのやつでね、シャープのアクオスが、くっついております。ここにはですね、なんだか見たことのあるマークがありますよね。車内の空気を清潔に、そして臭い対策なども行ってくれる、プラズマクラスター。車内でステーキとか焼いてもねきっとこのプラズマクラスターが臭いをねすぐに消してくれるかなと思います。まあ、なかなか車内で肉焼くことないんですけどね。ちなみに天井にはですね、サイドにこんな感じのいかつめのスピーカーがついておりますね。イエーナイスパーティー。さあなんか車内がすごく明るく感じないですかね。まず天井にねこういう大きめのライトがついております。ちなみにこれはタッチで消すことができます。こんな感じですね。あとはこの窓の上に間接照明がねついていたりとか、壁に埋め込まれているこのなんかすごい優しい光を醸し出しているこちらも、LED の照明になっております。エアコンの下のこちらのライトですね。あとはこの車内後方にあるベッド側の照明ですね。これもタッチで消えるやつかな。はい。なお天井にはソーラーパネルがついており、晴れた日には発電をすることで車内の電力を賄ってくれます。まあ、このようにですね、たくさんの電化製品がついていたりとか、あとは天井にですねソーラーパネルがついていたりとかするんですが、そういった電気系統を管理してくれているのがこちらのパネルですね。メインバッテリーのメーター、そして奥がサブバッテリーのメーターになります。この車はですねメインバッテリーが1つ、そしてサブバッテリー2つ積んでいるんですね。それらのメーターの残りの量がどれくらいなのかとか、今どれくらい電気を使っているのかとか、そういったことがねこのパネルで、全て一括でね
見ることができます。すごいなんかデジタルですね、デジタル。ちなみにさっきね、こちらのエアコン、ついていると、紹介したんですが、こちらのエアコンは夏用のねクーラー冷房の、装備になりますね。まあ、冬のね暖を取る際はキャンピングカーは一般的に FF ヒーターというものがね付けられるようになっていて、私のね乗っていた K のキャンピングカーにも FF ヒーターが付いておりました。この車にもねもちろん付いていて、ただかなりねあのスイッチがデジタルになっております。こちらなんかモワモワモワみたいなスイッチを押すとこんな感じでですね設定の温度が変えられまして、これで FF ヒーターが付くようになってます。まあ、冬はねこの FF ヒーターがあればエンジンを止めていてもこちらで、車内を温められるので、これはね個人的にはかなりキャンピングカーにとっては必要不可欠な、装備になってくるんじゃないかなと思います。私も冬のキャンプの時とかねすごく助けられました。はい、あ、見てここにもフィルムついてるよ。これ剥がしちゃう、これ剥がしちゃう、これうーい。さあそして、キャンピングカーの中で忘れてはいけない装備、シンクですね。シンクパカーじゃじゃーん。こんな感じでねあの使わない時はこのパネルを下げてフラットにできるのですごくあの使い勝手はいいのかなというふうに思います。まあ、使う時はここを開けてこの蛇口をねひねればもう水が出るんですが、まあ、今はあのタンクに水入れてないので出ないんですけれども、こんなにね広いシンクがついていれば洗い物もしっかり多分ねできてくれると思うので期待大ですね。シンクの水のタンクなんですがこちらの後ろに入っております。使うお水とあと排水ですね、これらのタンクを使ってシンクを活用していくと。うん、早く水入れたい。さあそしてですね皆さん気になっていたであろうこちらのボックスね、このドアの向こうはどうなっているのか。まあ一般的にはあのトイレがあったりとか、あとはそのマルチルームといってですね荷物室であったりとか、着替えるスペースであったりとか、まあそういう風にね使ってる方すごい多いと思うんですが、早速お見せしたいと思います。オープンで、じゃじゃん。はい、こちらはですね、ご覧の通りトイレとなっているんですね。なんかあの K のキャンピングカー乗ってた時にやっぱりトイレがないのがあのすごく不安でですね、トイレ付きの車両こちらをねずっと探していたんですね。ちゃんとねあの窓もついていて、まあ、こんな感じでですね背中側にこの、スイッチがあるんですが、このボタンを押すと、水洗トイレになっているので水で流してくれるという風な仕様になっています。普通に考えてさ、車に水洗トイレついてるのってすごくないですか。パカー、あ、トイレだ。あれ、これもしかしてこれもフィルムもしかして、あ、え、剥がすよ剥がすよ剥がすよ、あー、鏡でした。こっちはいいね、鏡もついてます。はい、お次はですね、キャンピングカーで最も重要な装備といっても過言ではないベッドですね。やっぱり車中泊、この寝るためのスペースっていうのは、ね、すごい重要になってくるので、見てください、この広いスペース。いや、めちゃくちゃ広い、や、めっちゃ広い、超寝返り打てるんですけど、いくつだっけな、ね、多分この横幅、ここからこっち の横幅ですね、ベッドの横幅が確かね、150とかで、で、私の足先からこの頭までのこの長さが、確かに180とかですね。はい、なんで私身長164センチなんで、もう余裕で足伸ばして寝れますね。しかも超フラットで、めちゃくちゃ寝やすいです。超広い。眠くなってきた。ちなみにね、車内にこんな感じの窓がいくつかあるんですが、この窓はもちろん開けることもできて、網戸にもなります。じゃん、上から網戸がシュッとね降りてくる仕様となっております。でこういう風にねシェードをかけることもできるんだよね、まあ、カーテンじゃないですけどこんな感じで閉めることもできます。ベッド側の窓はですねこんな風に夜寝るとき車中泊するときはシェードをこうやって閉めてあげて、こんな感じでね、全部閉めてあげるとかなりね光も遮断されますんで、こんな感じで寝るようなイメージになるのかなと思います。はい、収納なんですが、収納はですねこのシートの上に棚がありますね。オープン。
こんな感じですね。多分奥行き20センチぐらいかな、20センチの、幅がちょっとわかんないですけど60センチとかもうちょっとあるかな、そのぐらいの棚が一つついているのと、あとはベッド側にもですね収納がついているんですが、多分こっちはねさっき見せた収納よりかはちょっと小さめコンパクトめな感じの収納がここに一つついています。運転席と助手席の裏側ですね、裏側のこの下側にねちょっとしたものを収納できるスペースが、こちら3つありますね。開けてみます。よいしょ、はい、こんな感じですね、足元収納できるスペースあります。はい、後ろからね見てみるとこんな感じになってます。ベッドがあって収納スペースがねあります。これ結構便利そうじゃないですか。このプレートを挟んでこの下の部分と、この上の部分のスペースですね、右側にはこんな感じの引き出しもあるということでね、じゃじゃーん、結構大きめの引き出しがこちらで、ね、入っております。奥はねさっき紹介した電子レンジなんですが、手前側にはこのバスケットカゴみたいのが入っていますね。こんな感じのなんかこう洋服とかね入れるのにすごく良さそうな、バスケットが2つ入っています。これちゃんとこういうね金具というか、ロックできるものがついていて、運転中もこうバコーンって飛び出してきたりとかしないようになってます。でこっち側にはちょっとした収納があって、でこのシャッターがすごいなと思うんですよね。本当になんかこう運転してて右行ったり左行って行ったりしても、中の収納しているものがですね、あっち行ったりこっち行ったりしないような工夫がねこういうところに見られるかなと思います。あとはこの右側のねスペース、まあ、ちょっとしたものを入れられるようなところ、まあ、こうやって見るとねすごく車内全体を通して収納はバッチリなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、キャンピングカーというのは普通はですね新車で買おうとしたら、まあ数ヶ月から1年ぐらいは待たなきゃいけないみたいなんですよね。まあ、注文してからいろいろねオプションによってこう付けたり外したりする家具とか家電とかがあったりとかで、注文してから、手作業でね作業を進めていくということで1年ぐらい待たなきゃいけないという話を聞いた時に、まあ、実際その大きいキャンピングカーを欲しいなって思ったのが今年の2月ぐらいかな、2月3月ぐらいに欲しいなというふうに思ってたんですが、1年待ちっていうのを聞いて、じゃあちょっと諦めようと、私すっごいせっかちなのでやっぱりね諦めようと思えば思うほどすごくやっぱり大きいキャンピングカー欲しくて、日本各地の魅力であったり楽しさっていうのをね私ができる範囲で、皆さんに伝えていけるようななんかこう活動ができたらなってずっと思っていたので、その夢をどうしても諦めきれずにですね、あやっぱり欲しいな、でもな1年待ちかどうしようかなどうしようかなって考えている時に、ちょうどこのトイファクトリーさんのねビルダーさんの担当者さんから、美穂さんの、希望の車種がこの度ですね展示車が販売されることになりましたというようなねご連絡をいただいて、もう私は即決で買います。本当にほぼほぼ即納で、いけるということでですね、まあ、さっきもちらっと言ったんですがこのねキャンピングカーを使って、まあ、日本全国ねいろんなところ楽しい場所とか、観光地もあれば、まあ、マイナースポットとか美味しいものを食べたり美味しいお酒を飲んだり、まあ、時にはキャンプをして時には、まあ休憩というか車中泊なんかもね織り交ぜながら、まあ、私なりの旅をね、始めていけたらなというふうに思ってます。まあ、その旅のね、中身ももちろんね、この YouTube の動画を通して皆さんとね共有していけたらなというふうに思いますので、ぜひねキャンピングカーが気になっている方、そして、私のね旅の内容、気になるな応援したいなと思ってくれる方はぜひね、チャンネル登録をして今後の動画お待ちいただければなというふうに思います。もちろんねこの、キャンピングカーに自転車、私の、ね、ロードバイクなんかも積んで旅ができたら最高だなと思ってますんで、そのあたりもね挑戦してみたいなというふうに思います。ということで今回はね私の新しい相棒キャンピングカートイファクトリーコルドバクルーズ、こちらのご紹介をさせていただきました。キャンピングカーいいねと思っていただけた方はグッドボタン、そしてコメントなどもお待ちしております。インスタグラムやツイッターなどもやっておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。
それでは次の動画でお会いしましょう。みほし TV のみほしでした。またね、バイバイ。チャンネル登録はこちら。パチ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 。